東京も映画館が、ね、6月1日から制限はありますが、はい、あの始まってで母親だったりとか友人がみんな見に行ってくれたんですよそしたらどの世代の人も面白がってくれるんだなと思って死ぬほど笑ったってみんな言ってました嬉しいですねやっ,ぱりやっぱり笑ったっていうリアクションが多いですか そうですね。うん、あの母親は娘が殴られてるのを初めて見て悲しくて泣きましたって言ってごめんね。<laughs> <laughs> いっぱい殴ってごめんね。<laughs> いやとんでもないです。お母さんにお伝えしておきます。<laughs> ありがとうございます。はい。でもやっぱり笑ったという楽しい本当に楽しいね作品ですもんね。うん、そうですね、えー。広瀬さんはいかがですか。周りのリアクションは。あの私モーニングルーティンにありますおはようエゴサ。 寝起きでエゴサーチをするっていうのがあるんですけど、はいはい、それでやっぱ見るとすごく反響がありますねめちゃめちゃ笑ったとか想像を超えてきたとかなんか嬉しいコメントがたくさんありますね日日々毎日、はい、あのやってる方もやっぱり面白かったっていう皆さんねコメントされてましたけども楽しかかったですかめちゃくちゃ楽しかったですよ<ー>なんかやりながら、うん、なんて言うんですかね、うん、ちょっとストレス発散にもなりながら。<laughs> <laughs> なんか<あ>はいい殴り合ししてましたねあストレス発散にスストレス発散になるなんでしょうね、やっぱりこう雰囲気、もちろん本気で殴ってるわけじゃないですから振りでねやらせていただいてるんですけど、はい、やっぱり、なんかこうスカッとする気持ちだったりとか、はい、あんまり普段大声出さないのにやっぱり大声出したりとかするとやっぱりストレス発散にはなるので、はい、まあ毎日疲れはしましままたけどねあアクションね、ねこれからご覧いただきますけどたくさん出てきますから。はい、そして 遠藤さんは癖になっちゃった。はい、そうですね。あれはあれでやってるときは恥ずか、あのなったばっかの時は恥ずかしかったんですけど、まあ、だんだんあの体に馴染んできたら、こういうあの挨拶の時は、あの格好の方が、あの馴染みますね。<laughs> センター、ムー <laughs> ビーカメラです。はい。